こんばんは。えー、ニコ生岡田敏夫ゼミです。8月号ですね。あの暑いですね。東京今日はねちょっとあの朝のうちですね雨が降ったので涼しくなったかなと思ったんですけど蒸し暑いです。おおざあっと謎オープニングがなかった。うそうなんですよね。僕らもオープニングがないと知ったのが本番開始5秒前で5秒前にですね S だ <laughs> さんに今日あの変なオープニングがあるのって言ったら S ださんもわかんなくなってあるのって聞いたら技術スタッフが今日はないですって言ったから全員。 ちょっとなんかホッとしたりあと40秒間サボれないからちょっとね緊張したりとかいろいろあります <laughs> はいええー、こんばんはですね油断しすぎいやいや実はこの今ですねここ,にあのここにモニターあるんですけれども、えー、ここにですねあの前回まではですね直接優先でワイヤーつないで僕の MacBook Air の,あの絵を写してたんですけども今回からですねあのなんだろうな 新しいマックの OS でなんかミラーリング機能というのがついたのでそれをアップルテレビ経由で映すというですね。なんかもう普通に別にアップルのユーザーの人にしてみれば当たり前のことなんですけどもなんせここにいるのが全員機械音痴というですね。<laughs> ニコ生スタッフも俺も <laughs> 機械のことがよくわからないという <laughs> あエス田さん顔色よくなったって言われてますね、確かにそうですね、ちょっと顔色良くなりましたね、だん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 ましになってきた、最近、仕事は。 結構きついですけど。はい、いつもよりカメラ引いてる。はい、いつもよりカメラ引いてるのは理由がありまして、ですね。あの前回予告した通り、本日はですね、えー、一般の方がこう参加してきてですね、お客さんに来ております、えー。ちょっとここら辺とあと向こうの方にもいるんですけど、合計で8人ぐらいかな。はい、いらっしゃってます。えー、みんなあの正座させられてます。 はいえー、ここら辺に座って目立たないようにしてろという日に言われてです、ね、あのオタキング事務所にまで来てくれました、えー、一応、フェイスブックとクラウドシティからです、ね、募集して来ていただいた方々です、はい、女の子うつせって書いてあるけど <laughs> なぜ星座っていや、多分最小面積で密度を高く座れるようにだと思うけどあの2時間あるのでみんな足崩してくださいね絶対にしんどくなるから。 金払って正座かっていや,いやいや彼らは別に無料で来てるけどもなんか中には手土産を持ってきた人もいるけども大半のやつはですねそんなものを持ってこないというですね <laughs> 気の利かなさですねはい <laughs> <laughs> 消防法に引っかかるセバーザナの罰ゲームと <laughs> マックオマック OS の中 CM が上の方に <laughs> <laughs> なぜ えー、とい今日はですねなかなかちょっとあのしんどい話題ということもないんですけどもです、ね、あの道徳の話みたいなものをしてみようと思いますけども、まあ、その前にですねど,どうですかねあの皆さん夏の映画をご覧になりましたか。あの僕はあの <laughs> スパイダーマンの「アメージング・スパイダーマン」とです、ね「ダークナイト・ライジングとです、ね」あとあと「狼子供をちゃんと見てまいりましてですね、まあ、来週は楽しく、えー「アベンジャーズ」を見てですねでその後は「 えー、この夏一番の楽しみのですね。<れ>一番の楽しみを忘れてしまった。リドリースコットンなんだっけ。プロメテウス。プロメテウス。ありがとうございます。プロメテウスを見に行こうと思います。はい。ネタバレすんなよとて言われるんですけど。いや、今日はネタバレ後でしますから。<laughs> <laughs> 音量みんな下げて、で、あとコメントも肝心なことは書かないでください、ね。<laughs> キャーって言うけど、まあ、まあ、あの、また、あの、ネタバレの部分があったら、じゃ、あこっからネタバレねって言いますけど。でもね、今日の話ね。 あのー、多分、内容的に映画の話と混ぜながらやらざるを得ないんで、まああのでどちらかというとです、ね、バットマンのです、ね「ダークナイト・ライジング」より前作の「ダークナイト」っていうのをです、ね、ケーススタディとして使って話をしてみたいと思います。と、え、い、ー、感じで,です、ねえー、夏はです、ねたまあまあ、ワンダーフェスティバルに行ったりです、ね、映画を見たりして過ごしているので,です、ね、あと風邪ひいたりもあったんですけど。 オリンピックというもの一つも見ておりません。本当にやってるのかどうか、こう。なていうかね。俺を疑問に思ってるんだけどね。もう僕が漏れ聞いたネットの噂では、エリザベス女王がパラシュート降下したっていうのを聞いてるんだけど。で、それはもう早いうちに嘘だと聞いて、ああ、やっぱ嘘だったのか,っていうのか。それぐらいしかですね。オリンピックに関しては、サッカーがすごい。え、サッカー、オリンピックでサッカーやるの、知らんかったな。<laughs> 本当ですフェンシング良かった。 フェンシンシグオリンピックでやるのは知ってんだ乗馬も知ってんだけど最近はサッカーやるのか見てないよなそうだよねなんか天下一武道会だったら見るしあと「京ょら第四教察とかだな「天長五輪武道会」だったら見るけどもオリンピック見るというのは男子の趣味としてないよな <laughs> なんか他のやつらがどたんばたやってるぐらいだったら俺なんか自分でどっか行ってなんだろうなあのラウンドワンとか行って卓球やってるのがずっと楽しいやって思っちゃうから <laughs> ひどい。 <laughs> ニコニコ実況しながら見てる。実は卓球もオリンピックでやってもやっぱいやでもやっぱ俺それだったらラウンドワインってやった方がいいです。<laughs> えではですね今日はですねみんなの道徳というテーマです。道徳について考えてみようと思います。えー、道徳というのはですねまあ面白いもんでですねもうあのねそんな言葉最近使わないでしょ道徳っていう言葉自体がね使わないんですよね。あのー、俺小学校の頃はまあまあまあ設定を聞いてください。 昭和33年生まれです、僕は。つまり「オールウェイズ三丁目の夕日」の時代あれは昭和33年なんですよね。その時に僕生まれたので僕の子供時代というのはですね1960年代から70年に差し掛かるあたりが小学校だったんですね。でこの,頃のですね、まの、あ、子供たちにとってはですね週に1回道徳の時間というのが小学校であったんですよ。で多分これ見てる皆さんも年齢分布がですね10代半ばぐらいから 50ぐらいまでものすごい広いんですね前に取ったアンケートによると。なんかこの間あの デヴィ夫人のです、ね、いじめ番組というのをです、ね、あのニコ生でやった時にこれもな大揉めに揉めた番組らしいんですけどもかつてないほどあのメールが来てその半分ぐらいが怒り狂ったメールっていうです、ね、番組としては成功したか失敗したか分からないの番組だったそうですけどそこにあったコメントとかメールのです、ね、年齢見たら8歳とか11歳とか書いてあってさすが、ね、いじめについてのテーマでやったらもう見てる当事者がなんかすごい勢いでコメントしてるそうなんですけれども8歳ってすごいなと。で 年齢によってです、ね、その道徳というのは捉え方が違う。で、今道徳、えっ、ー、とね、そうですね。二十歳以下の人、あの道徳の時間ですね。小学校の頃ありましたか。あるというか、ちゃんと機能してましたか、それ。どうですか。あった。今は道徳の時間ないのかよ。あった、あった、あった。何やってた。本読んだ。はあ、はあ。なぜか韓国語の授業だった。<laughs> <laughs> <laughs> ここに10代いるのかえああほとんど本読みあそうだねあのテレビ見るっていうのはあるよね「爽やか3組」はあ、そうか本読んでディベート音読した記憶しかないやっぱそれなりになっちゃうんだよな海外の何かを見た狭山事件ほんとかよ <laughs> 本当に狭山事件やったのかよ <laughs> 君ら時々俺騙すからさ <laughs> よく分か <laughs> 俺ネットで得たエリザベス女王パラシュート効果無双だたしさ 童話教育。ああ、そうだね僕もあの大阪のです、ね、下町大阪の住吉区っていうところで育ったんですけどもなんか近くにあのいわゆるブラック地区があったんですよ。でもそれを小学校4年生まで俺本当に知らずに育っててあの多分その昭和33年生まれのです、ね、大阪の小学生のリアルというのは ある地区の人たちは童話問題とかにすごい敏感であっち側に住んでるやつらはみたいなことを言ってるんだけどもそこから通り一つ外れるとそういう問題があることも知らないっていう山手的なところとか混ざってるだから大阪人って言っても一応じゃなかったんですね。なので僕はあの道徳の時間にいきなりですねそのブラック差別の教えられてそんなのまだ今,今の日本にあったのと。な年年とかからら。いの話ですから 人類が月へ行こうという時代にブラック差別ってなんだよそれって思っててすごいびっくりしたのを覚えてるんですよ。でそういうことを小学校の何でしょうね道徳の時間で結構ね議論したりですね先生がこういうことはいかんよってなったりあと生徒が手を挙げてああこういうこといけないと思いますこれは差別だと思いますとかですねあとね学級裁判じゃないんですけどもいやだいたいあの女子の委員長がもう皆さん本当にそういうなんかアニメみたいなことがあったのかと思われるかもしれませんが。 本当に女子の院長ぐらいが手を挙げてなんとか君がなんとかさんをいじめてるのでとかスカートめくってるのでいけないと思いますというのがあってそれで小学生がです、ね、45分間議論するということがです、ね、週1であったんですよね。ああっ,あったあったあったはいはいで、「マジかというふうに聞く人そうなんですよだから多分30以上の人にとってはそういう風景はあっただろうけれどもところが20代以下の人にとってはあのただ単に道徳の時間というのはテレビを見たりそういうふうな時間でしかないんですよね。それは学級界 学級会あ、学級会じゃなかったの僕らの時はそれを道徳の時間でやってたからな落書きで問題になった何々ちゃんを仲間にああ入れてあげてくださいみたいなある種吊るし上げの時間ふんふんふん帰りに女子は議論つく強い最後になるからなそういうのもありますねで、えー、これはねあの道徳の時間というのは面白いのは学級会というものを一応形から始まって大人である先生がですね一応ゴール設定ある。 わけですね、つまりこういうことはいいことだこういうことは悪いことだとかあと貧乏っていうのがあるそれはこの世の中からなくさなきゃいけない。でだからといって貧乏人っていうのは何だろうな負けている人ではなくてただ単に運が悪い人もしくは何だろうあの言われなき差別で苦しんでいる人たちもいるんだだから何とかしてあげようみたいなことを言ってですねそれを子どもたちが「不運そうなのか」となんとなく信じるというですね そういう瞬間が昭和40年代から50年代、いわゆる1960年代から70年代ぐらいにあったんですね。で、これはですね、言い方を考えるとチャンチャラおかしいんです。よ。茶番劇というかですね、現実ではない綺麗事を大人が教えるというところもあるんですけども、まあね、ここも考え方様々。えー、っとね、小学校ぐらいの時に一回人間というのは綺麗事を信じて その後最初からきれいごとなしで育っちゃうよりは一回きれいごと信じてその後ずれていってその後大人になってからでもきれいごとって大事だよなっていう戻り方っていうのもあるわけですまあ、そういうですね多分、まあ、まさか文部省の人がそこまで考えだとは思わないんですけども一応ですね子どものうちは建て前みたいなものをちゃんと教えようと。で先生もそれを教えてる限り、 先生は先生で立派な人になりましょうというのが道徳の時間とか道徳教育みたいなところポイントだったんですね。でなぜこれが崩れていったのか皆さんがなんかこうそのさっき言った若い人たちがですね、えー、もう本読む時間だけになったとかですねあとテレビを見る時間になったっていうのは何かというとですね道徳教育に反対する人がこうすごい増えてきたんですねあと無意味化するっていうかです、ね、こんなんやってもしょうがないっていう人がどんどん増えてきたんですよ。で それ何かっていうと PTA とかいろいろなぜ反対する世の中金になったから共産党か思想教育の時間声の大きい一部の人たち <laughs> 面白いことにですね子させたちの方がこんなことをやっても無駄だとかこんなの世の中の実際とようなは嘘だと言ってやめたわけではなくて子供らは子供らで道徳の時間であろうとなんであろうとなんかね週に1回やったらそれはそれなりに効くんですよね。 ところが大人たちの中から、えー、そういう建物を教えてはいけないとかです、ね、もっと本当のことをやろうというような,なんでしょうね市民運動的なものが入ってきてでと同時にカリキュラムが増えてきてで、えー、学習塾に行かないと勉強についていけない人が増えてきてどん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 詰め込み教育が増えてきた結果道徳の時間っていうのは自習の時間に徐々になって で道徳の本を読んであとは自分で勉強しなさいみたいなものになってきて道徳の時間というのはなくなりつつあるとそういうわけで今日本のですねそうですねまあその僕を最年長ぐらいとしてまあ、僕54歳なんですけども54歳ぐらいを一番上としてそ,それより上の人たちっていうのは倫理教育とかです、ね、あと終身身を治めるというですね戦前の教育みたいなものがばっちり入ってるんですよね。で、えー、子どもの頃一応建て前というのをがっちり教え込まれてるわけですから。 ななななななんんとなくこう道徳みみたたいいいいもののがが心中にきゃけ気してるんですよ。そういうルール違反するとすげえなんかやばいことしてるみたいな気がすると。ところが50歳から死体になってくるとどん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 グラデーションがかかって,たかかっていくようにそういうあの建前みたいなものがばっちり子どもの頃に吹き込まれてないわけなんですなのでやっぱり周りにに合わせるる。のが一番とというこなってくるまあまあこの辺あまり結論めいたことを言ってもしょうがないですけどそういうわけで今日はですね、いろんなんでしょう 道徳に関してて、ね、質問来ます、えー。婚前交渉について道徳的にどう思うとかですね <laughs>、えー、ロリと結婚について道徳的にどう思うとかですこういうことに今日しか興味ないんですかねいじめは誰が悪いのですか、えー、尖閣諸島問題中国がガチで、えー、と紛争を起こしそうで怖いそれでもいいんですか震災がれき問題道徳的に受け入れるべきですかとかですね、えー、デマを流す方それを受け入れる方道徳的にはどちらが悪いんですか。 道徳的っていうのも不思議なんですけども、えー、かなりです、ね、いくつかの質問が来てます。ヤクザは必要悪ですかとかですね。あのあといじめについてのサイバーさんのコメントについてどう思うかというので、一応ですねじゃあ,あの四つ選んでみました。えー、っ,とっとアンケート出してみてください。いはい。えー、っとですね今から説明します。えー、どのテーマをまああの多分ねどれもこれも絡んでくると思うからあの語ると思うんですけども中心として いじめ問題でやってみましょうかそれとも原発デモでやってみましょうかそれともオオカミ子供でやってみましょうかそれともロリと結婚でやってみましょうかえー、いやロリ <laughs> な,なぜ4を入れたとか <laughs> いやどれでもできるはどれでもできるんですけれどもあのやってみましょうか、はい、では結果出ましたかお願いしますはい えー、いじめいいじじめめの次が、ロリと結婚。わ <laughs> かりました。問題はこんなに笑ってる番組もあんまりないと思うんですけれどもです、ね、<laughs> ここはですねその「ぜひ」を問うというよりは考える番組ですからです、ね、じゃあやってみましょうえー、っとですね「1」と「4」って対極だな本当にそうですね重いうーん重くなっちゃうんですけどねあの今日僕がですね道徳やりたいと思ったのはですね なんだろうな。あのやっぱ言葉ってねちゃんと定義しないと間違っちゃうんですよね。でよいしょ。書けるかなこ道徳。<laughs> もうこの辺の漢字も怪しくなってきたな最近。とあとですね。 よいしょ。この二つの違い、やってみましょう。道徳と倫理。ですね、えー。一応これはモラルと呼ばれます。こちら側をエチカと言います。と言います。これ二つ違うんですよ。で、どんなふうに違うのかというと、倫理っていうのはですね。あの、あくまで個人の中にある。 ものなんです、ね、まあ個人の中にあるものといってもこれ共柄の断りという意味らしいんですけれどもあのだから、えー、社会の中で生きていくので何が良くて何が悪いかみたいなことを語るからもう本当にね言葉の定義になるとどんどん近くなっていくんですけども一応エチカっていうのはですねプライベートなもの。だから、さっきの,あのロリは犯罪かとかロリと結婚するのはいいのかどうかということは 社会的に見て周りから見てどうかっていう問題と自分の中ではどうかっていう問題に分けられる。自分の中でどうかっていうのを問うのがエチカ倫理であって、それが周りの人に納得してもらえるのかどうかっていうのが道徳モラルですね。だから年の差婚とかですね、あと同性愛なんかも同性愛というのは本人同士が納得してたら全くオッケーなんだけども、それは道徳的にどうかというふうによく言われる。 道徳的にどうかというのはつまりその人たちがいる社会にとってそれが受け入れられるかどうかな,んですよなのでそんなの社会とかに受け入れてもらう必要がないいやそうじゃなくて人間一人一人が好きに生きることを周りが受け入れるべきだという人は実は道徳を完全に否定してるんですねそして個人の倫理を最大化しようとしているわけですねでですねまあここら辺をですねまあこんな観念論的に言ってもしょうがないんでキャップを落としちゃったしょ 関連の時に言ってもしょうがないで、一応道徳と倫理の違いというの、を今軽く説明してみました。で、あの。大きいものはですね、これ。まあ、個人が納得するはオッケーなんすよ。オッケーなんですよ,、OK ですよで。これは周囲の同意がいるんですね。 よいしょなので、まあ、道徳というのは何かというと、えー、個人の倫理というものの最大公約数というふうに僕は呼んでます。最大公約数ですね。なので,です、ね、例えばあの学校にいる時はです、ね、あの学生はです、ね、学生なりの道徳感で動くんですよね。例えば自分がいじめられてるとそれを先生に言うかどうか。 先生に言うのは何となくいけない気がするっていうのは先生に言ったら余計にいじめられるもしくは先生に理解してもらえないというもちろん合理的合理的な理由もあると思うんですけどもそれ以上にんだろうのは正ししくない気がしちゃうんですねそれは何でかという彼彼ら,彼ら彼女たちちの道徳率に引っっかかっちゃうかゃ、ね、何でかというと子供たちの間では子供の問題を親に言うのは先生に言うのは告げ口だからですね。 だから彼ら彼女たちの道徳がそれを許さないで個人の中の倫理っていうのはまた別なんですけどまあすみませんちょっと横にそれましたなのでですねところがですねあの親の世代も実は学生の頃いじめとかがあったら先生に絶対言えなかったはずなんですよところが 自分が親の立場になって社会に出てしばらくして自分の子供がいじめにあったと聞くとそしたら子供が泣いて「先生には言わないで」とかなんかこう黙っててって言ってもいやそれはダメだって言って先生に言いに行くんですねそれはなんでかっていうとさっき話したようにですねこの道徳と倫理の差っていうの道徳っていうのはですね周囲の OK があるかどうかなんですね。で周囲これをですねか最近はよいしょ。 うん、いちいち書かなくてもいいから <laughs> うんとねどのような文化集団に属しているのかによってトライブ、部族と学生の頃は子供の頃はんでしょうね子供トライブとかですね学校トライブに属しているわけですねそういう部族に所属しちゃってるだからすべて子供たちの価値観子供たちの文化的な価値観ベースの価値観によって判断すると。 ところがです、ね、大人になって社会に出ちゃうとみんな消費者になるんですよ大人になって物を買うと物を買うということはいわゆる金を払ってる人間が偉くて金をもらってる人間は頭が下げるべきだっていう風な世界観にどん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 入ってくる子どものうちはあまりそれがないんですけど大人になるとその消費者の世界に入ってくるそうするとどうなるのかというと私の子供がいじめられているんだったら管理者である先生が何とかするべきだという消費者の行動になってくるわけですね。 だから、親と子どもははの,の時は子どもトライブですね学生トライブの中にいるから子どもたちの問題というのを先生に言ったりするのは道徳的に正しくないことになってしまうところが親になると消費者というトライブに属する部族に属するから何か問題があったらそれは管理者に正しくクレームをつけてシステムの不都合を修正してもらうべきだというふうに考えちゃうんですね。 これが、親と子供の間にある断絶なんですよ。このトライブっていうのは自分ではその変化にあまり気が付かないから子供の頃あんなに先生に言えなかった子供が大人になった瞬間になんぼでも先生にクレームつけれるんですねすごい不思議なもんなんですよ。でですねあの今ね結構難しいのはですね何かってうとですねあの みんな、ね、エチカさっき言った倫理ですね倫理がバラバラだということにです,、ね、すごい慣れてるんですよねだってあの僕ら子供の頃からですね、まあ、それは考え方が違うからしょうがないよねっていう言い方に慣れてきてるんですねで無理やりですね周りと倫理を一致させるということをやってない例えばさっき言ったですねあのロリと結婚がどうかというのもあるんですけども不倫どうかとか浮気どうかという単純な問題ありますよね,あれですらですね 40年ぐらい前だったら不倫・つまり道徳的っていうのは何かと,いうと日本という社会全体が浮気というふうなものをいけないと思っているこれが社会の共通事項ですから道徳ですねっていうのがあったんですけどもところが今個人の倫理があるだけなんですよ。つまり自分としてはそれはありだと思う自分としてはなしだと思うで周りの人が悲しむから浮気はしちゃいけないとか周りの人が悲しむからこれをやっちゃいけない。 言ってるだけなんですね。そうなるとその個人の中にあるですね信念みたいなものというのは常に周りと合わせることでしかよくわかんなくなってくるんですね。なので今ですねその日本全体で共通している道徳感自体がなくなっちゃってるんですね。個人のエチカはあるんだけども周囲に対してがなくなってきてる。でいじめは誰が悪いのですか。えーとねここでも一回じゃあちょっと質問やってみましょう。さっきね。 いじめに関してですね、まああの被害者の人が悪くないのはもう分かりきっているんですよ。で加害者が良くないのもわもう分かりきっているから、あえてこの二つを外して関連したものをですね、四つ挙げてみました。ちょっと選択肢出してください。えー、いじめ問題の一番の責任は誰にあるのか。えー、加害者の子供一番ですね。二教師などを管理する人間三 見て見ぬふりをする周囲傍観者ってやつですね。その他、えー。その他っていうのを答える人はですね、すいませんけどコメントで書いてください。つまりこの三つの中から選んで選べないなと思う人は、えー、自分が思う回答をコメント欄で書いてみてください。社会。<laughs> 全部,うん、全部だけどどれが一う1から3の複合構造文科省っていう文科省はいはい学校制度制度構造星座の人の姿勢良すぎ <laughs> そろそろ星座やめていいよそうですねこれなんかいじめに見えますよねこの星座状態が <laughs> ケースバイケース、うん、社会うーん PTAPTA PTA という人は時々いるけど何がよ,よくないのかな <laughs> だがやめないじゃあアンケート結果出してもらえますかおーきれいに分かれてるね加害者の保護者に関してみんな割とき,、えー、ときついですねでもほとんどこれ同じだなうんうんうん割れたね見事に割れた見て見ぬふりをする周囲と教師など管理する人ということは 責任は究極的に親に帰結するんじゃないか,親ひどかった大津事件で親ひどかったからそういうことになるんだな <laughs> 大津事件のケースに影響されてるんじゃないのか、えー、でですねじゃあ僕らがいじめ問題誰が悪いのかというのを考えるときにですねあの具体的な事例で考えちゃうともうねニュースになっちゃうんですよ。で えー、どれぐらいその事件を知っているのかとかですね。その事件を見たときにどう思ったのか。で、子供の頃どんな目にあったのかで、すごい考えがぶれてしまうので,です、ね。いくつかのですね。軸を出してみたいと思います。今日はね、話が重たいよね。これ。えさ <laughs> さん、大丈夫、こんな話やってて。あ、まあ、大丈夫です。<laughs> <laughs> 俺、こういう話はね、なんか全然楽しいんですけれども。<laughs> 大丈夫かなと思っちゃうな。 あの僕が面白いなと今回のです、ね、いじめの騒動全般で思っているのはもう本当にごめんな面白いという表現を使ってしまうんですけれども、えーとですね、加害者を晒すということがです、ねあのー、日本ではごく当たり前になってきたという事件なんですよ。えー、つまり、えー、いじめは悪いその通りですでさっきもアンケートです、ね、一応1位になりましたから、えー、加害者の親が悪いそう思うのも当然ですよね。で で実名が分かっただから晒されたってことになるんですけども、これあの晒した人に対する非難っていうのがですね、どれぐらいあるのかというと案外ない。どちらかというと僕らはそれはもう今のネット社会では当たり前なんだからってことになっちゃうんですね。でそれどころかですね、私たちはもうネットという武器を持っているんだから積極的に加害者の名前とか加害者の親の名前とかが分かったら。 自分たちも晒す側に回って正義の側に回るというかです、ね、システムの不備システムが正義というのを貫けないんだったら自分たちが正義を貫こうと思って行動しちゃう人もいるぐらいなんですよ。でねここが僕よく分かんないんですね正直な話っていうのはこれ、あのー、最近僕よく言ってるんですけども、うん、ふんふん首突っ込みすぎそれが抑止になるという考え晒すことが正しいと思わない。 正義な、それをな、というやつで、あの、実はですね、僕は、あの、自分自身があまり倫理的な人間ではないんですよね。モラルのある人間では、あまりない、あの、道徳のある人間では、あまりないと思ってるんですけども。そんな僕ですらですね、加害者の名前が分かったからといってですね。あの、その人の名前を書いたりする気に全くならないんですよ。で、少なくとも、俺の友達にそれやるやついないんじゃないのかなと思うんですよね。 で僕はそういうのはネットヤンキー的な行動と呼んでるんですけれどもそういうネットヤンキーみたいな人いねえと思うんだけどもそんな人ってどこにいるんだろうなと思っちゃうんですよ。ほんほんほん周りにははいい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 ないなな私も思わっっっぱぱるるるよよ、うん、いいていうのはわかるんですよだってこんなに事件が起こるんだからいっぱいいるのは分かるんだけども僕が目に見える範囲のリアルの知り合いにいない気がするんですよね。 それっていうのは僕がたまたまなんだろうなおバカさんでですね人を見る目がなくてわかんないのかですねまたは「うんうん、お岡田さんいい人すぎ引きこもってる」言わないだけ「やらなきゃいけない時きっとあなたの隣にも、ね、ネットヤンキーという言葉はないまあないんですけどねさっき作ったばっかりですから <laughs> <laughs> あまりですねあの僕はそういう行動が。 好きではないというかですね。あのえー、っと。何ですかね？卑怯な感じがしてですね。割と嫌いなんですよね。あのリスク、自分ではリスク性は背負わずに、えー、名前とかさらすというとか、嫌いでで晒すんだったら、せめて自分の名前ぐらい名乗れよっていうのがですね。 鋼の錬金術師で学んだですね10交換というやつですねそれだけ社会に対して強い一撃を与える人間はそれぐらい自分のなんだろうなリスクというのを背負わなきゃいかんというふうについつい考えちゃうんですよねでもその考えでない人がいっぱいいるのもわかるんですよ。さてそこで「バットマン」「ダークナイト」の話になってくるんですけどもえー、っとですね別にここはあのネタバレではないです。 アメリカンスーパーヒーローアメリカンヒーローっていうのはです、ね、この僕が言った俺はそう考えないんだけどもそれを正義と思う人がいるよなという考えに出てきてるんですね。アメリカののの正義とととと、いいいいううはです、ね、自警団とかです、ね、民衆によるる。ものと強い親和性を持って なんだろうな。その土地にいる人たちから選ばれた人間が政府の役人じゃなくて、正義を執行して自由まで持ってるわけですね。それがありの社会なんですよ。で面白い。のがですね。あの、ザシンプソンズというアニメ、みんな見たことありますか？<laughs> あれね。すげえんですよ。ザシンプソンズってあのなんだろうな。スプリングフィールドってアメリカにどこにでもある街でこう舞台なんですけど、スプリングフィールドの街は停電が起こったら3秒後に暴動が起こるんですよで。 上品な、ね、人たちとかです、ね、子供たちがにこにこ笑いながら夜の街ですね。であのそこで散歩していたり、飲料散歩してたり笑いあったり食事をしておいしかったねとか言ったり、コミュニがキスしているんですけども、スプリングフィールドの原子力発電所が、まあ、年がら年中事故を起こすんですけも <laughs> スプリングフィールドの原発が事故を起こしたらです、ね、市内が停電を起こすんですけど、停電した瞬間にそのシンプソンズ市民たちは一斉に空をちょっと見上げて。 で、その瞬間にボートとかして、ガラスを割ってですね。で、恋人たちはお互いの首を締め合ってですね。上品な夫婦はですね。なんか割れたガラスの中から、中に入っていて、早速ラジカセをかせ、担いで盗み出して。で、さっきまで連れられてたチアは、いきなり儲けになって、人に噛みつくというですね。変な描写があるんですよ。で。これ、何かっていうとですね。アメリカ人が考えている。弱肉強食の世界なんですね。あの。もちろん、カリカチャライズして、ギガ的に書いてるんですけども。やっぱアメリカ人。 というか、あの人たちっていうのはです、ね、人間というのは放っといたらカオスになるそしてカオスになったら弱肉強食になって北斗の剣みたいな世界がやってくると本気で思ってるんですよねだから彼らは銃を手放さないところが日本人はどうかというとです、ね、あんまりそうは考えないんですよねだって僕らはなんかえらい大事件があってもです、ね、津波があってもです、ね、それどころか原子力発電所の爆発があっても割とです、ね、列には並ぶしですね あのなんだろう公民館とか大、ね、育館みたいなところに出ていても1枚の毛布を奪い合って人が殺し合ったりしないわけですよね。でそれを報道したらです、ね、なんかアメリカ人びっくりするわけです。なんで日本人たちは礼儀正しいんだあれ彼らの姿に感動したって言うんですけども。思うにです、ね、アメリカ人もそんなに実はです、ね、むちゃくちゃなことはないんですよ。あのハリケーンカトリーナがです、ね、アメリカの南半分をぐちゃぐちゃにした時だって別にアメリカではそこらで暴動とか起こってないんですよね。だから、アメリカ人が思ってるです、ね。その 人々はカオスになると暴力的になって弱肉強食の世界があっという間にやってきてこのなんとか様の言うことを危険みたいなのって違うんだけど。というより、まあ、ぶっちゃけですねあ,のあらゆる人類学者が言ってるのはですねかつて人類の社会で別に弱肉強食の時代ってのは一回もなかったんですね。<laughs> そんなのは嘘なんですよ。あの、なだろうな、狩猟民族の頃から、人間っていうのはですね、なだろう。噂話とか、そういう,ようなことで,です、ね、なんとかバランスを取ってですね。強い奴が弱い奴を支配している時代なんて、一回もなかったし。あの、なだろうな、エジプトのクフ王のピラミッドでもですね。民衆がやりたいと思わなきゃ、あんな事業、何十年も続けるはずがないんですね。無知持って、バシンってやってへへへへ、お前ら働け、なんていう、そんな社会は幻想なんですけれども。でも、ついつい。 なんだろうアメリカ人はそうだと思っちゃう。うアメリカ人はそうだっていうことは差別的ですねそうじゃなくて僕らの中にある他人に対する不安が人間というのはカオスの中に入ると弱肉強食でそして強いものが弱いものをいじめる社会というのは必ずやってくるというふうに考えちゃうんですね。なのでバットマンをはじめるとするアメリカンヒーローもやっぱその世界の中に生きてるんですよ。 で前作の「バットマン」の「ダークナイト」ってやつがうう、ねえー、結局、えー、大衆というのに本当のことを教えてもしょうがない大衆には嘘の夢とか嘘の理想みたいなものを常に見せていてで真実っていうのを教えてはいけないなんでかというと大衆というのは弱いもの弱もでであるっていう考え方なんですよで。大衆に真実,のことを真実を教えたら彼らは不安になって暴動を起こして その結果、スプリングフィールドのようなです、ね、混乱がやってくるというふうについつい考えちゃうんですよね。アメリカの奴隷とローマンの奴隷とは意味が違うエリートパニックだつそうなんですよね。アメリカってエリートであればあるほど大衆の放棄を恐れるからついついそういうふうに考えるんですけど日本人はあんまりそんなこと考えないんですよ。だから、首相官邸の前で、 なんだろう5万人とか10万人がデモしてると聞いたらアメリカ人って言ったらとんでもないことなんですよ、そんなもしホワイトハウスので5万人とか10万人がデモしてたらもうその周りは略奪放題になってるはずなんですけどもなんかみんな電車で来て電車で帰るデモをやってるんですよ、日本の。そこらへ、ね、んは、ね、カオスというものの考え方が根本的に違うんですね。で、でですね、話がちょっと流れました。 アメリカンスーパーヒーローの世界ですねバットマンの世界今のダークナイトライジングに至るまですべてはですねつまり社会の中で不道徳があったり悪があったりすればそれはんだろうでその場合自分の顔とかをさらせばそれはリスクを引き受けることになるからあえてマスクをかぶって愛するものを守るために。 戦うのは構わない。これがバットマン、スパイダーマン、すべてに共通しているアメリカンスーパーヒーローの考え方です。匿名による。何だろう。あまりリスクのない暴力行為というのは、正義のためならば仕方がないという考え方ですね。これでいくと、いじめ事件のですね。実名晒しというのは、完全に正当化されちゃうんですよね。で、僕らはですね。何でしょうね。いじめ事件で、さっき話して、僕が話したように。 あのいや俺は何だろうなあの加害者の親の名前加害者本人の名前はともかく親の名前とか親戚の名前とかおじいちゃんの名前それもインタビューで答えてる時の口調が気に食わないからとか人間パニックったら口調だって荒くなるかも分かんないですよ俺なんか暴言出現いくらでもありますから <laughs> でそういうふうなことでですねガン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 さらすというふうなことに関してですね多分今僕話したことに関してさっきまであの みんな見てくれてたらですね。いやそういう人間は確かにいるけどもとか、俺の周りにはいないとか、俺そんなことしないと思っている人もかなりいたと思うんですね。でもそんな僕らですらアメリカンスーパーヒーローものを見てバットマンを見てスパイダーマンを見たらそのヒロイズムには共感できるんですね。だからいじめ問題のベースの難しさというのはここら辺にあると思うんですよ。あのなんだろうないじめの加害者がいて被害者がいてで大体の場合僕らは傍観者であったり。 やや被害者であったたり、りやややや加害害者者でであっすするんですね。やや被害者っていうのは被害者になった記憶があるとかですね被害者側に回されたこともあったので慌ててここううういうふうに逃げたことろあるで加害者気味っていうのはどれぐらいかっていうと明確にいじめの中心にいなかったんだけどもうんいじめることとかみんな無視することに参加してでそれで自分も難を逃れたみたいなそういう苦い思い出があるんですけどもなんかね それとさっきのスーパーヒーローに対する共感とっていうのが僕らの中で食い違いがあるんですね。この辺がそのいじめ問題のです、ね、僕が思うあのー、ちょっとね難しくて面白いなとシステムの不備いやこれがシステムじゃなくてですね僕らの自我の不備じゃないのかというのが僕の考えなんですよ今のところの。これを仕組みの不備とか社会の不備とかですねうんだから管理体制が悪いとかそういうのではなくて。 僕らの中の正義感というものにズレが生じている。個人で行動するとき、これは倫理です。私たちはどう行動するか。で、周りはどう行動すべきか。これが道徳です。周囲に対する同意だから。これの僕らはズレがあるんです。自分はいじめない。でも周りがいじめてたら、それに不本意ながら参加してしまうですね。で、いや自分は人の名前を晒したりしない。 でも、バットマンとかスパイダーマンを見たら（かっこいいなと思っちゃう。で、匿名仮面による正義の実行というのは、やっぱり必要な気がしてしまう。僕らの中でシステムの不備ではなくて、自我の完結性というのがですね、すごい損なわれているんです。自我の不備というのが起こって,るっているのが僕の考えです。それって本来、道徳の役割なんですよ。道徳というなんだろうな。みんな納得できないんだけども、一緒に生きてるんだから、ここら辺で。 なんかここら辺の社会の正解ということにしましょうやと。例えばいじめに関してはいじめた方が悪いで周りで見てみぬふりをした方が悪いということに全員しましょうっていうふうにしちゃえば話は簡単なんですね。次に、えー、そんな名前が出てきたからといってそれを晒すのは悪いっていうふうにしちゃうとこれも簡単なんですよ。でもこれができないんです。さっき言った僕らの心の中に不備があるずれがあるから。だからそれを仕組みのせいというふうに僕らはついつい 自分より上のものもに責任預けてこう安心しちゃうんですよ、ね、そういう癖がどうやっても出てきちゃう俺いじめこう蹴飛ばしてたわ邪魔だからいじめですかねこれいやそれは間違いなくいじめですよ <laughs> そのいじめがいい悪いを言う番組ではないですから言わないですけども今近くに行ったら散々説教してますけれども <laughs> 暴力です。そうですねいじめになるああ個人に不備があるからシステムに頼るんじゃないの あのね、プラトン先生という人がいてです、ね、理想的な社会理想的な国家というのは理想的な船員つまりメンバーで成り立っていると言てるんですよつまりシステムを理想的にしてもです、ね、メンバーが不,不完全だったらです、ね、そのシステム自体が機能しないこれは民主主義社会ではよく、えー、国民のレベル以上の政治家を私たちは持てないというです、ねまあ、反語的によく言われるんですけどもあの個人の不備システムで、ね、フォローするのって限界がありますよ。 なん、えー、でかというといじめというのを監視したりですねあの解決したりする,するシステムというのはないっていうのはもうはっきりとですねこれ面白かったんですけどもいじめについての西原さんのコメントについてどう思いますかって言って斎原さんがですね「あの朝日新聞」かなんかのインタビューであの答えたのがすごく面白かったんですよ。で斎原理恵子さん漫画家ですねか彼女はですねいじめに関して「いじめに遭っている人に対して何を言いますか?」っていうのに対してですねいや もうあのその嘘嘘をつけと嘘というのは自分を守るためにあるんだ嘘をついてお腹が痛いと言え頭が痛いと言えで学校を休めで,16歳になるまでずっと学校に行くな、長い夏休みを取っったと思え、言ってるんですねで。嘘をついて自分を守っていじめにあったら学校に行かないようにしてひたすら逃げて逃げて逃げてで16歳になったら高校なんか別に行かなくても大学の受験の資格を得られるからそうやってアルバイトもできるんだ そうやって自分で自由というのをそこから掴み直して生きてったらようやっと生きていることが楽しく思える時が来るよだから16歳までは嘘をついて逃げてひたすらそんな学校になんか行くなっていうふうに言ってるんですね。でこれはですね僕すごいいい回答だと思うんですけども同時に僕らの社会のシステムというのはこの問題に対して全く何にも対応できないだからそこで被害を受けた者というのはですねまるであの「もののけ姫のあしのようにですね これはもう呪いいだみたいに受け取って、逃げるしかない逃げた落とし前は後とでつける16歳になってから後でつけるしかないというふうにあれだけだろうな頭がよくてです、ね、人生というのを見つめている西原理恵子という一代の女傑、ね、<laughs> 女のです、ね、<laughs> いつぶにしてもそこまでしか言えないんですで、そこまでギリギリの回答ですっごいいいことを言っているんですけども、やっぱりシステムは何にもできないんです。よ。だかから、ら、えー、システムが悪いから システムを改良すべきだというのはあまり僕余地がないと思うんですね。<laughs> 除血悪意があると。と <laughs> 言うだけならただか裁判梨恵子の基本おーお親って無力だな <laughs> 余地はあるこの日本のシステムが悪いと仕返しは助言できないしうん新聞だから助言できないとかそういうことじゃないと思うね。多分、仕返ししようと。 何だろうな、傷ついた心って傷つけ返すことであんまり保管されないんですよね難儀なことになんかね貧乏な記憶は金持ちになってもうまく保管できないのと同じでですね <laughs> 俺ん家に来いとか言う人はいないのか、うん、多分ね最大できるのはその辺ですね、あのー、いじめられたやつは俺んところに来いっていうのが答えの一方で,でそれを西原理恵子もその答えは無責任すぎて言えないから 私がやっったのと同じようううにに逃げろっていうふうに言ってるんですね。で、西原理恵子と同じように一人で行けるぐらい強くなればそのいじめという記憶を跳ね返すこともできるし逆にそれを利用することもできるんだけどというですね。かなりこの逃げろって言って弱いように見えながら、えー、西原ジムというかですね齋原トレーニングジムに叩き込むようなですね割とあの厳しいけども愛のある回答だなと「愛はいつも厳しいよな」とか思うんですけども。 どんどん長くなってるんですけどもですねあの道徳っていうのがです、ね、僕今必要だなと思うのは僕らはいじめ問題に関してもですねじゃあどうすればいいのかに関しても答えが持ちようがないしさっき言った倫理の問題ももうバラバラなんですよそんなことするやつが悪いとさっきあのほら誰が悪いのかで選んでもらったですかそれでもです、ね、考え方がバラバラになっちゃうんですね。なので、一応、なんだろうさっき話した。 学生の間では先生に言いつけるのは卑怯者だよとかいけないよっていう道徳率があるのと同じように今の時代を一緒に生きてこの狭い日本の国土の中に一緒に生きてる日本人っていうのが共通して持てる道徳っていうのが何なのかということに、ね、それを考えないと、えー、なかなかですねここから先の問題というのは手をつけにくいと思うんですよ。あの合理理主義でではもう無理です。 どうやれば一番効率がいいのかとかどういうふうに仕組みを変えるのかが一番いいのかではないしあと何だろうな誰が悪いのかという犯人探しももうしょうがない段階にきてますねいじめが個人で対抗できる範囲を超えてるとは思わないかわいいは正義えかわいいは正全然別の話じゃない学校に閉じ込めてるから逃げられないだけだろう学校に閉じ込めてるから逃げられないだけだろうでもね学校にね以外の行き場っていうのを奪ってることも現実は現実ちょっと待てよ。<laughs> ささてさて。コメント欄が <laughs> こんなにもめるぐらい <laughs> 僕らの中でこれはね何かっていうとさっきも言ったように僕の考えはこううだって言ってるうちいいるちんですよ。で皆さんも俺の考えはこうだって言ってるうちはいいんですけどもこの皆さんと僕とがもしこの部屋に来て20人ぐらいで輪になってじゃあみんなはどうすべきかこれが道徳ですよね。 俺はこう思うっていうのを乗り越えた上でみんなが守るべき最低限のルールを決めようっていうふうに言ったらどうなるのかっていうのを考えるしかないそれが道徳なんですよだからこう信じるとかですね俺こう思うだけじゃなくてみんなはこう思うべきだまで、えー、おせっかいをですねこう踏み越えないと道徳っていうのが見えてこないんですね。いやいやではですね2番目のですね さっきアンケート2番だっけこれがはい <laughs> なんでこれが2位になるのかね道徳問題第2番、えー「ロリと結婚について道徳的にどう思いますか? <laughs>」いや「来たこれか」って <laughs> 言っててもですねこれ2番なんだからしょうがないんだよで小学生とか13歳って書いてる小中生13歳から書いてるけどもあどうでしょうね アンケート行ってみましょうか <laughs>、えー、ロリと結婚は許されますか許されないですかちょっとアンケート取りましょうロリとの結婚について許される許されないもうこれは俺余計な解説入れません皆さんポンと行ってみましょう <laughs> ロリの定義ですかおまあここに13歳があるけど俺は8歳ぐらいだと思ってるんですけどね <laughs> はいどうぞ結果どうぞお許される53%許されない36六点これはあのしたいという話ではなくてですね <laughs> <laughs> 割れた民意割れた <laughs> 今何人ぐらい見てるんでしょうね今ちょうど1万2千人 1> 1万二千人見ててこれか1万2千人って 統、ね、4000人ぐらいでもう何、あのー、だろうな4000人の統計を取れば2択だったらもっと少ないだろうね多分1500人が2000人ぐらい取ればあとは10万人だろうが100万人だろうがそんなに変わりないんですけれども <laughs> いや正義は失われたかもう国民投票状態ですよね許される53%許されない46.47%、まあ、ですね。さて これは倫理としては簡単なんですよ。倫理としては、例えば子供を持つ親の立場としてロリとの結婚なんか許せるわけねえだろうこれ、OK、ですで、えー。また倫理としていや俺は自分の娘が何歳で,で結婚したいとかあの嫁にもらったと言われても別に構わねえよとだからそれを他の人にも強要するつもりがないよ「ロリとの結婚 OK じゃないの」あと「ロリと言っても13歳とか、まあ、8歳とか話は違うだろうけども。 人によってなんだろう二十歳になっても自分のことを決めれないバカなんていくらでもいるし逆に小学校6年生でもすごいしっかりした女の子がいると現に何かこの自分のことを攻撃してきた何、えー、だろうなあのネットユーザーに関してバンバン反論しているかわいいアイドルの女の子もいるじゃねえかみたいな事件が最近ありましたよね。なのでどのでどのの,ので、で、どど段段階階がが大人かというう。は違 ここれはこれはで,です、ね、ロイと、OK、というう人もあるでしょうところがさこれをですね道徳としてどう考えるのかというのはじゃあ今の日本でどうしましょうかと16歳ということになってますけども別にそういうのを外しちゃってそんなの法律で決めることはないよいくつでも OK にしようよというのかもしくはいやちょっと待てよとあの子供っていうのはやっぱ保護すべき存在でで えー、いくつになる,なるまでは例えば15になるまでは16になるまでは親が干渉すべきだというふうに考えているのかそこら辺でも違うと思うんですけども道徳的にって考えると急に僕の考えでではなくなくっちゃうんですよねみんながどう考えるべきかで言わなきゃいけないからな多分ね安全性っていう意味で言えば ロリとの結婚はダメにしといた方が、多分安全ですよ。ロリとの結婚を OK にしといた方がやや社会の自由度は上がるんでしょうけどもその自由による被害者の方が多分僕バランス的に微妙に多いと思うあでもこれも合理的な回答だよね。<laughs> ああ抜け出せないね俺たちはこの合理性から。<laughs> <laughs> しかしなんでこの道徳問題でロリとの結婚っていうのがそう合理,的合理的なねものがついちゃうんだよね「ロリのジレン <laughs> 被害者がいるだけで犯罪だよ」いいや、これがさ、被害者いなかったらどうするのよってことになっちゃうんだよな私おじ,私おじちゃんと結婚する子供の頃から言ってましたじゃあ何かこうおじちゃんと結婚するから「えパパママいいのうんそうだな」って言っておじちゃんが「よしおいで」みたいな周囲全員が祝福して「あり」って言っちゃうのが「 多分これまでの合理的な考え方なんですよ。で、俺がさっきから言ってる道徳的でな周囲が全員 ok。でも本人同士が ok。でも道徳的にそれダメだよ。っていうものがラインがあるんじゃないの？って言ってるんですよね。で、この13歳の結婚っていうのはなんかね。すごい微妙なんですよ。<laughs> そうなんか昔の田舎なありそうだな。その話ってまあ、確かにね。あの別にあの？ 江戸時代までは日本人の女の子って1314で結婚してましたしあと江戸時代はアヘン55の世界でしたからあの麻薬も OK ロリも OK というですねある種の人に言わせれば天国だし当時日本に来ていた宣教師に言わせれば日本人はなんか日本は地獄だという人もいたぐらい <laughs>、まあ麻薬数はなんかロリありだわってとんでもねえ奴らだっていうふうに言われたぐらいですから。まあ それを僕らは150年ぐらいかけて麻薬もダメだしロリもダメだという社会にしてるんですねでも国際的に見たら僕らの社会っていうのはですねさっきも言った道徳というのはあくまで周囲の同意を得るもんですから国際的に見ると日本人というのはですねロリの民族性であっておまけに電車の中でグラビアの女の子の水着写真を見てるようなですねなんかこう色状況民族であるんですね。<laughs> でよその国の人から見たら日本人のロリ直せとかですね 日本人は国際性犯罪者みたいに言わわれるわけで,すよ、ね、で道徳の問題にしちゃうとグローバルスタンダード道徳の問題にしちゃうとこれ日本人はロリ直さなきゃいけないんですけども。 ここでさっきのバットマン問題みたいなも出てくるわけですね。国際的になんと言われようがいいじゃねえかとかですね。そんなこと言うんだったら、俺たちもロリ爆弾投下してやるぞとかですね。<laughs> いろんな国で、なんかロリの写真集配って、テロしてやろうかいとかですね。<laughs> ついついおもちゃや、そう、匿名ヒーローでですね。<laughs> 俺たちはマスクつけてですね。<laughs> やってほしいんですよね。なんかそういうふうに。自分の中でも。 なんだろうな。これはほら僕の中でももうすでに自我のし自我というシステムがうまく機能してないんですよ。自分個人としてはそんなの勝手だろうとやっぱどっかで思っちゃうんですね。日本に生まれ育って日本の漫画文化とかアニメ文化っていうのを浴びるように見て育った世代としては別にあのなんだろうなあんなアニメ見たからといってそんなヤバくないよっていうのを知ってるんですよ。俺し俺たち知ってるぜアメリカとかイギリスの性犯罪なんかずっとえぐいじゃねえかっていうのを知ってるんだけれどもでも。 国際的にそういうふういふに言われてるんだったら、これが道徳ですよね。国際的にそれが悪とされてるんだとそれに合わせなきゃいけないのかなというふうにも思っちゃうしちゃうと俺たち知ってる <laughs> また嫌なところをキーフレーズにするよね <laughs> いやーそういうわけでですねなんかねもう本当に、ね、しんどいのばっかりですよ原発デモって道徳的にどうなの またね、きついこと聞くよね。原発でも道徳的にどうなのか。うん、道徳ってなんや、道徳問題じゃないだろう。うん、倫理。倫理の問題でいうと、それは行く、いこうと思った人は行くべきだ。ですよね。 で原発いいうののを止めるべきか止めめるるべべききか、か。でなそれは個人個人に考え方によって違うから投票して決めるべきだもしくは納得するまで議論すべきだというふうに倫理的とかですねあと合理的な解決法だったらいくつかあるんですけども僕らがそれでわけでは納得しないんですよね。納得してたらもっと話早いんですよ。納得してりゃ 首相官邸の前でデモがある。じゃあなんか原発止めようかとかですねあと首相官邸の前でデモがあろうがなかろうが今の日本で原発止めて何とかで当ていけるわけがねえだろうがバカ野郎とかですねどっちかで話が済んじゃうんですねでも僕らはそれに関して多分デモの人数がもっと増えたら僕らも声を上げて原発再稼働を反対と言うべきかなぐらいで思ってるはずなんですよ。つまり空気を読んでると言いましょうかですね。 道徳がどっちに個人の中の倫理としてはもうもうなんか原子力発電所なんかたくさんだよとかもうあんな嫌な思いとか怖い思いするのは嫌だよというふうに思う。で合理的な心としてはだからといって止めるわけにいかないんだろうな止めたら余計やばいことになりそうだよななんか感情的になってる人だと一緒にされるの嫌だよなとかなんかこの。 山本なんとかっていう、なんかタレントの人らと、なんか自分とか一緒にされるの、なんか嫌だよなというふうに。なんとなく思ってるんですね。なので、自分たちの心の中でも、やっぱ整合性、あのバランスが取れない。ですね。百万単位になったら、そうですね。そこで百万単位になったら、いわゆる僕らも安心して。卑怯だよね、安心してっていうのを。<laughs> <laughs> もう再稼働、再稼働やめろとかというふうに言えるんですけど。で、さて、そういうふうに個人の問題。 か、もしくは合理的な解決法かっていうのだったら分かるんですけれども道徳としてどうかってなると原発デモに関してですから原発デモに行かないことを恥ずかしいと考えるべきか原発デモに行く行かないというふうなことをちゃんと意識に上らせて俺は今回あえて行かないっていうふうに決意した上で行かないのかそれともなんとなく原発デモというのはあることを知ってながら うんまだ時期じゃないと思ってんだよねっていうふうなことをはっきりと意識すべきかどうかとかなかなかねややこしい問題になってきちゃう、はい、でもプロのイメージ東京遠い遠いのに行けるかよ遠いのに行けるかよというふうにさ言い出したらさじゃあお前の地元でやれよとか宮崎駿は一人でもやったぞという話になるじゃないですか宮崎駿すごいですね事故が起こった後犬連れてジブリの手下二人連れて 三人と一匹でデモをやったそうですよ。で、私たちは原発の電気でなくアニメ作りたいという,ふうにこうやってデモしたんですぐ。アニメを作らないという選択肢がないところが宮崎駿。<laughs> 素晴らしいところですね。何が何でもアニメ作るし、そのアニメは100パーロリなんだけれども、<laughs> でも原発の電気は使いたくない,い。<laughs> 俺もしあの近所に歩れいたら宮崎駿のロリを止めたいっていうやつをやっぱ俺と一匹でデモした <laughs> 単にこれは悪口ですねだから、まあ、話戻りますけども地方だから東京遠いからって言うんだったら宮崎駿的なやり方もあるよ宮崎駿は有名人だからできるんだそんなことないです有名人があれやったら余計リスク高いですよ <laughs> 正直俺みたいなやつにこんなこと言われるわけですからめっちゃ危険性高いですよだってあの人昔からロハスとかですね なんかエコとかいう言葉があんなに嫌いな人間なのに、それをやらざるを得ないぐらい、やっぱり自分の中ではやるべきだって思ったわけですね。だったら、僕らもそういうふうに、なんでしょうね。道徳から言うと、態度を決めるべきなのかなとに思っちゃう。ここら辺がこの道徳の難しいところです。個人としてこう考えるではなく、みんなはこうすべきだと思う。だから私はこうするんだってことなんですね。駅前の自転車の不法駐輪というのは、 やってはいいけないことだとだだだ。思う。だから私は駅前に不法駐輪しないんだここまで行って道徳的な行動っていうのは解決するんですよだからどうだとかシステムがこうだとか駐輪場をもっと増やせとか,なんか自転車に一台一台に税をかけろではないんですよ駅前に自転車があるっていうのはいけないことだと思うみんなは乗っていくことはいけないと思うだから私は駅前に自転車行かないし不法駐輪しないんだここまでの行動まで伴ってなければ道徳的なものって完結しないんでですねさあ反 原発反対デモについてどう思うというのを道徳的な解放というのはみんなに対してお勧めできることまで回答に書いてなきゃいけないんですね、えー。ニコ生を、えー、話してる私とかこの会場にいる人たちとかこれを今見ている人たちはどういうふうにすべきかというのが道徳的な解,答解放ですね。うんまだだ行かななな。くていいよ。なんでだろうな うんまだ行かなくていいって言ったからにはそこに合理以外の何かがないとダメだよね道徳的なものがうんデモで決めるべきことじゃないいやいや逃げてるちょっと一回コーヒー飲ませてくれこれ難しいよいやー いやいやいやえら <laughs> い問題に踏み込んじゃったよな。えー、珍しく悩んんでるなそうなんすよっていうのはね道徳的な回答ということは僕は皆さんに対して皆さんがその通りにするかどうかは全く関係なくこうしようよっていうことを 言わなきゃいけない。で、それは、僕ができることでなきゃいけないんですよ。で、僕、自分自身の回答としては、おそらく年内にあと3回デモがあっても絶対に行かないと思うんですね。でその行かない理由というのは、面倒くさいからとか恥ずかしいからではなくて、心のどっかに、今別に日本人国民が手に手を取って、原発再稼働に反対してデモをするというのは、 求めそれをうん言い切るのってかなり難しいですねいやもう回答言ってるからここしかゴールないんですよこのゴールに向かってどう思っていくか <laughs> 段階的に減らすって言ってるんだしいいじゃんああ正義の皮をかぶってるコーヒー飲みましょうありがとうコーヒー飲むな 「オオカミ子子供なんてことを話してる場合じゃねえだろう <laughs> 俺悪口しか言わねえぞ言っとくけど <laughs> ワンフェス行ったんだけどさいやラインのキャラクターグッズが出てさかなり気に入ってんだよね <laughs> こういうのがありなんだろうなと思っていやなかなかいいですあとね「マッハ555」の「マッハ号」なんだけどもなんか「 アルミボディの打ち出しっていうのがあったんだよね。でアルミボディの打ち出しで、内部構造までちゃんとできててさ。でこんなふうに、なんだろう。ちゃんと出てくるんだよね。ノコギリが。あ、これはかっこええわと思って、思わず買っちまいましたよ。お、いかん。コーヒーが、入る、入る。ああ。 いいらないって言われてる <laughs> 油がついちゃいましたいや違いますよこれ見せるためにここに置いただけであとでまたこっそりしまいますからご安心くださいよいしょいいだろう今日はね来てくれた人が差し入れ持ってきてくれたからあとでおやつでみんなで分けるのである甘いものを分けていや、ね、お弁当はあとで僕が食べます <laughs> あ三遊亭」と読むんだなこれみゆきじゃなくて俺ずっとみゆきって読んでたなこの店の名前 おいしょ。えー、っとですね、告知です。おいしょ。島本和彦岡田斗司夫の対談「青い炎」真相というですね。え、今週の土曜16時からやってます。えー、これ配信ですね。ニコ生じゃないのでですね。えー、すみませんけど、あの僕のブログですね。岡田斗司夫で検索したら出てきますから、そこに行ってですね、え、探してみてください。えー、青い炎というですね。 島本和彦という漫画家が大阪芸大時代の実力漫画を描いているんですけども、その実力が嘘ばっかり描いてやがるからです、ね、<laughs> 俺がです、ね、てめえど,どういうつもりだとかって言いながらいや、でも本当はこうでしょとかって俺もこう言い返されながらというせっかくだからそれをです、ね、日本中いろんなところでみんなで見ましょうというこのお誘いがです、ね、パブリックビューイングですね。 一応大阪と名古屋と福岡の会場決まってます、えー、っと詳しくはですねあのブログ見てください載ってますからこれあのえー、っとですね家でですねそのなんだろうな一人で見るのも楽しいんですけどみんなで集まって見てみないかっていう呼びかけなんですよね、えー、楽しいと思いますこれもしぜひ暇がある人は来てくださいでね別にこれパブリックビューイングっていうのはですねあの僕らが決めた場所だけじゃなくてもいいんですよ皆さんが勝手に自分の知り合いとかですねあのもし えー、自分が生主の人は、えー、俺生主なんだけども、俺のところでパブリックビューイングやるよっていうふうに呼びかけて、自分の家で勝手にやっちゃってもいいです。あのその意味では、そこで100円とか300円とか1000円とかいくらお金を取ろうが、皆さんの自由ですから勝手にやってください。映像素材はただですのでですね、やってみてください。よろしくお願いします。ただじゃないのか。なんか視聴にお金かかるんだったかな。一緒。あ、あとこれなんだね。えー EX チャンネルというのができてです、ね、月額525円で8月15日まで全動画無料、えー、っと視聴って書いてるんですけどもこれ何かというとですねいろんな、えー、僕絡みの映像をです、ねえー、っと視聴できるチャンネル専用チャンネルができたということなんですけどもこれね なんかね、無料で見せてるものもあるのに、なんでこう有料チャンネルにするのかっていうのをですね、これの説明までですね、なんかこの休み時間でしろっていうふうにさっき言われて、でもできるはずがあるかと思うんでですね、多分それだけの番組一回やりますからですね、えー。なかなかですね、評価経済のケーススタディとして面白いです。全てのものを無料にすると、まるで図書館のように誰も利用しなくなるんですね。有料と無料というのを切り替えたり、使い分けたりすることで、実はユーザーの商品に波を作って、 結果、無料の普及というのが増えるというのが今の僕の仮説なんですけれどもそれをちょっと今度細かく説明してみます。なかなかあのフレミアム構造とかですねあと評価経済というふうなものをみんながあの概念としては捉えてる人もいますしそれに関してあの評論家的にしゃべる人もいる,いるはいるんですけども実験してですね何年もやってる人って僕が見てる限り本当に世界中でそう何人もいないんですね。 それの最新の成果というふうなものを実例を見せながら新しい実験というのを僕らは見せようと思いますので、まあ、よろしくお願いしますということで「コーヒーが湧いたい」「正座してる人が飲み物なし」っていうのはかわいそうだよな「すまん」正座してメモまで取ってるもんあさすがに女の子が足を崩しだしたねなんか足見えて嬉しいってコメント書いてあったよセクハラ見え見えた見えた クロアップが言ってるね今録画ボタン。はい、さてさあそれで反原発デモは道徳的にどうなのか原発稼働に反対するデモに関して僕は行かないというふうに言いました少なくとも年内は行かないと言いましたうんその道徳的な根拠みんなにそれを みんなも、それでいいと思うよと言える根拠ですね。さあ…選択肢一、うん、俺がそう思うからいいじゃん。それダメ。それ倫理側。選択肢二、今は、熱くなってる人たちが騒いでるだけだから、 もうちょっと落ち着いてからの方がいいそれ日和見選択肢3神がそう言っているそれダメ洒落 <laughs> にならない <laughs> 選択肢4どんどん <laughs> 道が狭くなっていくなうん道徳的解放なんだよな多分 理由合理ではなくて道徳的回答思わずコメント欄を見ているばあちゃんが言っている <laughs> 俺は神様が言ってることが道徳大丈夫の問題ない感覚的でも,い <laughs> でもは言った星座組に聞いてみようはいはい <laughs> えっと教えてください <laughs> 道徳的にどうなんでしょうか はい、えーと、突然振られたのでちょっと焦っておりますけれども、はい、そうですねあの、どれだけどちらの意見に背を、各双方でどの程度、どういうふうに困る人がいるのかということを並べる。うん <laughs> あの、そうですね。えっ、ー、と、どれだけの人に利益があるかというよりも。うん、ある選択肢に対して、どういうふうに困る人がいるかということを並べて。できるだけそれを。小さくしようという考え方はいかがでしょうか。なるほど。お隣。僕のコメントなしでどんどん聞いていきます。デモがダメいや。反原発デモについて、道徳的にどう思うか。どう思うか。と、はい、選挙。 の車とかも同じだと思ってるので、まあ道徳的にというか、世間一般で見れば良いものではないかと。道を使ってあの音を出したりとかまあ何,何か場所行動であって、あの表現しているということなので、まあ選挙カーがある限りはあの？ 反反発デモに対しても、<laughs> はいはい、あの同じような意見で。クールですな。<laughs> まあ、あある人から見れば、はい、あの。その反反政党からすれば、はい、うるさいものであって。はい、まあ自分のいいものであれば。それは支持して、うん、あ眺めていたり参加したりできる。なるほど。なるほど,なるほど。やっぱそれは個人によるってことになってきちゃない。ではお隣。 えと今どうして自分がデモに行かないのかっていうことをの道徳的な根拠っていうことですよね。はいえー、倫理でも合理でも日和みでもなくて神がそう言ったでもなくてちょっと全然考えがまとまらないんですけど今コメント欄を見た感じではあの。 なんとなく共感できたのが、うん、ばあちゃんがそう言ったからっていう、うん、俺もあれは共感できた <laughs>、はい、ばあちゃんがそう言ったからというコメントが流れてたんですけどそれにはなんとなく素直にそうだよなと思いました、うん、はいははい、はい。じゃあ隣どうぞちょっと合理的なところもあるんですけれども、うん、自己満足になってしまっているような気がして、はい、そのデモにあの。 行かかないかっていうとうころで,、うん、で自分は行かないのは、うん、参加している人たちが実際にその何のためにデモをやっているのかっていうのが見えてこない伝わってこない、うん、それの自己満足にすぎないんじゃないかと思っているのでそういった人たちとは別、自分は別、うん、娘さんうまく言えないんですけどそういったことで自分は参加しません俺ね、みんなに答えている。 間に自分なりの回答が出ました。えー、かなり変な回答で危ないです、えー。書いたので出しちゃいます。はい。<laughs> 天皇が決めるべきです。これ国民が決める問題じゃないんです。天皇陛下というのを僕らが維持している自由は何かというと、こういう場合決めるんですよ。彼が。でそれによって多分どっちでもいいんです。再稼働するのかしないのかっていう。<laughs> で彼が決めたからといって政治的な力は全くないし実際上の権力はないんですけども民意イコール日本人のの道徳観というのは、ここで決めるべきだと思う。だから今この人が沈黙していることがよくないもしくは沈黙してるのはおそらく発言のタイミングを待ってるというふうに僕は考えるんですけども僕がさっきああじゃあなんか原発でも行かないなと言ったのは何かっていうとデモでこの国の仕組みは変わるべきではないと思っているからですね。 デモとか市民運動で変わるべきではなくて、明治維新のようにおそらく鶴の一声みたいなもので一斉に変わるのがこの国のあり方です。僕が考える道徳的なあり方なんですよ。すごい逆説的に聞こえる感わかんないし、それは天皇制の賛美なのかというとそんなことないですよ。僕を昔から知ってる人間は僕が天皇という存在をどれぐらい面倒くさいと思っているのかすごく知ってるんですけれども、<laughs> ただ最近は維持費が安いからオッケーと、もう。 あらゆる国の王族の中で天皇家ほど維持費が安くておまけに見栄が晴れる存在はないんですよあれは絶対になくしちゃいけないと僕は合理的に思うんですけれども <laughs> <laughs> まあまあこれで死んだ時は死んだ時最後の放送ということで,ですねはいうんえー、っとですね 天皇陛下ではなくて、誰かの鶴の一声かもわかんないですけど、多分それで決まっちゃうものです。で、僕らはそれを出るのを待ってる状態なんですで、出るのを待つのに対して圧力をかけようという人はデモをするべきだと思うし。でも僕は正しい。デモは首相官邸官邸前ではなくて皇居前のデモだと思います。で、皇居前のデモでシステムをこのように変えてしまう。日本という国という風うなものの、デザインを、えー、合理的なですね。 ちょっともうちょっと独裁者生体とは僕全然思ってないですそれがいいと思ってないですけどももうちょっと不思議な世界で類例を見ないような形にです、ね、持っていこうというタイプのデモだったら僕は面白いから行きます。なので僕は今のところですね首相の官邸の前でデモをするというです、ね、何か集め方はまるでネットで集まっている何でしょうね民主主義2.0のくせに。 首相官邸前というですね民主主義0.9みたいなやり方はですねなんか納得できないし、うん、僕らのやり方に合ってないイコール日本人の道徳感に合ってないと思うので支持しないですいやーやっと出たいやいやいや <laughs> 陛下を悩ませないいやこういう時に悩むのがちょうどあまり悩まないと人間ボケちゃうから。 時々あの、多分ね、悩んでも,もらってるはずだけども、そろそろ何か発言が欲しいところでもあります、ね。後ろから刺されるよ。<laughs> 刺されるな。これ拍手か。そうです。あのね、道徳なんですから、これはね、納得がなくて当たり前です。皆さんの間で反発があって当たり前だと思うし、もう今日の俺は今日の番組はいかがでしたかの。あの評判の悪さもなんとなく。<笑><笑> ささないいでくださいそうですねあ,あと10年ぐらい生かしておいてくれたら僕それなりにいい仕事すると思いますから10年程度生かしておいてくれるとありがたいです <laughs> いやー天皇が決めろってなか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 意外だったな本当にねコーヒー入れてる間こんな回答全く出なかったですよで多分あの2人目のあなたが話してる時に ふっっと思ったんですよ。これ俺たちがデモで決めるべき問題じゃないなと思っててで3人目のあなたが答えてる時に「ばあちゃん」っていうのに俺何で納得しちゃったのかなっていうのは何でしょうね誰かの「つるのひと声」ということはないんですけどその人のあ強いから答えるんではなく何でしょう僕らを後押ししてくれるあのおみくじみたいなもんなんですねというふうに考えましたね。 いやーで、3つ目なんだっけさっき悪口しか言わないって言ってたやつだよね <laughs> <laughs> さて狼子供ですかあさあどうしようかなーあのねー ややっっっととと本本本題題えなの <laughs> あ,ある人にとっては。編た <laughs> ネあ。ネタバレあネネタタババレレで言われたらそらオオカ男を今から語るんだからまさか見てないですとは言わないしネタバレなしで語りますとて言えないに決まってるので,そうです、ね、これからしばらくネタバレになりますけれども、えー、嫌な人はです、ね、あのしばらくよその番組を見,見るなりなんだりです <laughs> ひどい言い方だよね。で うーん、僕ねあのー、ダメだったんですよねで、富野義行さんがめちゃくちゃ褒めてるというのを聞いてですねやっぱりと思ったんですよっていうのは富野さんはエヴァンゲリオンに対して僕は見たこともありませんし大嫌いですって言ったんですよ変ですよね見たこともないものを大嫌いになれるはずがないんですよつまり富野義行というのは見たこともないし大嫌いなんですという人間だというのを前提にして 大絶賛というう。のを捉えてみましょうそうすると「見たこともないし大嫌いです」っていうのも多分その通りじゃない大嫌いだと思ったのは何かっていうとお前がやってることわかるけどもそのやり方その手つきは気に食わんでもものすごくいいものであるということは認めざるを得ないけど俺が登ってる山とは違うっていうふうに思うから富野さんは私俺は見たこともないし大嫌いですだからそのことを僕に聞かないでくださいっていうふうに答えるわけですね。 では、大絶賛というのは何かというと、「その山知ってるよ!」みたいなもんなんですよ。つまり、教師が正当に言うときなんですね。よくできました、みたいなもんで,で、すね。富野さんに舐められてると俺思ってるんです、ね、富野さんがそんな大絶賛するには。だって、手塚治虫だって、ですね、自分のライバルと思ってる人間はボロクソに言うんですよ。大友活力が出てきたときに、手塚治虫はパーティーで、 もう本当につい最近デビューした若造の大友和龍に対して徹子さんもですね僕だってねですよ、ね、<laughs> でそうじゃなくて芸能人とかタレントさんとかで絵が上手いとか漫画描きますみたいなことを漫画描いてたらうわすごい上手いねこれなんかアトムよりいいよみたいなことを言うわけです、ね。つまり安心して褒める対象の時には褒めるというのがですね僕が考える天才のひねくれさというやつで,ですね。 いやなんかこう細川さんの狼男もな狼子供ももその線じゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけどもまあこれは置いときましょう、えー、これは富野さんの判断と岡田敏夫の判断が食い違うということに関して僕なりの富野さんってこうなんじゃないのって思ったことがあってこれは邪推かもしれないですでここから先は僕が見た狼子供ですねでえー、っとですねさて僕はですねあんまり好きじゃないんですねで好きじゃないんですけどもですね あーこれはヒットするしあといい映画なんだよなと思ったのは事実なんですよ。でこのいい映画とね好きじゃないというのはねどのようになってるのかっついうとですねあの僕ね厚みがある映画が好きなんですよ。で厚みがない映画が割と好きじゃない。で僕にとって僕がですね「エヴァンゲリオン」というアニメをですね実はあまり好きじゃないんですね。すっっごいいいいアニメだと思っているけど、実はあまり好きじゃない なななんんででかかというと、いいうエヴァには厚みがないからなんですよね。解釈の幅があまりないキャラクターの解釈の幅というのがあまりなくてそれぞれの行動に対してなんだろうなうんなんで彼はこういう人間なのかというですね見てる人間の余地がないブレがないというのがな。でそれに対してですね極端な例を出しますけどもあの数年前のは。 8月15日映画のですね、蛍の墓というですね。高畑勲の映画があったんですけども、あれはとんでもない映画ですね。僕はあれ、大嫌いなんですけども。名作だと思ってるんですよね。で、何がですね、名作かって言ったら、あいつは芸術なんですよ。蛍の墓っていうのは。芸術だから。僕らですね。あの蛍の墓見て泣けないんですね。で。狼子供を見ててですね、一番面白かったのは、ある女の人が言った。安心して泣けるというセリフなんですよ。世中に。 安心という言葉と泣けるというのが合体しているのがすごい不思議だったんですけども <laughs> もう本当に狼子供もというのはそういう作品で安心して泣けるんですね。見てる人間の解釈の幅をあまり許さないからそれぞれのキャラクターが意味があって配列されていてその意味がまるでそのテトリスで組み合わさってさっと消えるようにすべての伏線がきれいに組み合わさってできてるんですね。ななののののので、で幅幅がない。この幅といことうう具体的に言うとホタルの墓ではです、ね、主人公の あの兄ちゃんはですね、まあ、あのー、妹を餓死させて飢え死にさせてしまうんですねで。その結果、自分も罪の意識みたいなものに襲われて死んでしまうってやつなんですよ。で、これなんでですね。主人公の兄ちゃんは罪の意識にそんなに襲われるのかですね。それはなんでかと,いうと、自分は生き延びたからなんですよね。生き延びたというのはどういうことかというと、あの映画の中では書かれてないんだけど、妹よりたくさん食べたからに決まってるんですよ。 妹よりたたくさん食べたから、自分の健康状態自分で知ってるからどうしてもお腹がすいたら金を持ってる保管してるのも自分だし食料を取ってくるのも自分だからだから自分一人は生き延びちゃったんですよ。で、で妹はこれれぐららいで生き延びられるだろうと思って本来だったらば妹なんだから余計目に食わせるところを妹をギリギリに食わせたからお兄ちゃんは自分の判断間違いで殺しちゃったわけです。これが 戦争が悪いという彼言い訳を彼が一切使えない理由なんです。戦争が悪かったらお兄ちゃんも同時に死んでるはずなんですね。妹と同時に死んでるはず。でもお兄ちゃんは生き残ってしまって妹は餓死したということは、俺は自分が生きるために妹を殺してしまったという話なんですね。というのがですね、そのキャラクターのなんだろう行動の中からこう滲み出てるからあの映画の泣,泣けないっていうのが。 もうみんな、あ、あとかギャーとか、鬱になるとか、そうそう、あのまま親戚の家にいたら助かったのにな、そうなんですよ。親戚の家に入れないのも何かっていうと、彼のわがままなんですよ彼のわがままであって、そうじゃなくて、お母さんから言われた立派な家の跡取りでいたいという彼の自我っていうのかな、プライドがやっぱり妹を殺したんですよ。だから彼にしてみれば、大空襲があって、戦争に負けて、すごい貧困の中でも、でも自分は。 金を持ってたし、自分自身は元気に生き延びれたから、妹を助けることができたのに、殺してしまったということが、彼の中の鬱屈になっているんですよで。これらがですねわかるようなパーツで、映画の中に配れされてないんですよ。だから、僕らは安心して泣けない。なんかホタルの墓を見たら、感動して泣くこともあるんですけど、その感動は得体の知れないもので、その感動というのは何かというと、 映画を見ている私たちも同時に生き残った側であり豊かな社会に住んでいる側でありそれら死んだ人を踏みつけにしたもしくはその人たちが死んだ後に作った繁栄世界っていうふうなものに住んでいるということの罪悪感とそれが主人公の兄ちゃんが妹のことに対して罪の意識で死んでしまうという贖罪の儀式ですね代わりに十字架にかかってくれるというふうなことで私たち映画を見ている側の罪が許されたという。 ことになって、一気に感動するわけなんですけど。まあまあ、そういう、えらい複雑なパーツで組んでいてですね。まあ、さすがね、あの、東大のふくつ、文化でね、サルトルやってたようなやつが映画監督をやるとですね。こんな変な映画になっちゃうわけですよ。<laughs> で、これが蛍の墓の正体ね。というわけでですね。厚みがやたらあるんですよ。キャラクターの行動とかですね。喋ってることとかがですね。何通りでも取れるし、そのキャラがそうとは限らない。 二人きりで必死に生きたというふうにですね。糸井重里のキャッチコピーに書いてるんですけど、嘘なんですよ。それすらも。<laughs> 二人きりで必死で生きたんだったら、二人とも生き残るし、そうでなければ両方とも死んでるんですよ。<laughs> で、おまけに、あれを書いたですね。なんだろう。あの。作家、名前ど忘れしちゃった。蛍 <laughs> の墓書いたの野坂昭行ですね。野坂昭行は、あれ実話なんですよね。いわゆる半分実話なんですよ。で。 半分実はということはどういうことかというと野坂昭之はやっぱりああいう環境にいたんだけども蛍の墓の主人公どこが救われるのかとは最後妹のことを考えて自分も死んじゃうんだけど野坂昭之は生き残ってそれをネタにして小説にしてそれで食ってるというですねそこまでの構造があるからあの映画ってやたら深い構造になっていると。ところが、同じようなですね。 泣ける映画でありながらオオカミ子挟まっていうのはオオカミ男であるお父さんにしてもすごいキャラクターではなくてキャラ的つまりその人が求めてる機能しかないんですよ。善良であってそして社会に交われなくてで、えー、子供のことを思ってで、えー、妻のことを思って最後はなんか悲しい結末があるっていうですね それ以外に全くブレがないでブレがないという意味ではこれももうネタバレギリギリなんですけどあの主人公のお母さん、ん一度も子供を殴らないんですよ普通よりはるかにすごい育児ストレスがありながら一度も子供を殴らないし一度もですね誰かのせいにしないんですね。でそれに関して近所の菅原文太のがやってるです、ね、おじいちゃんの人から「なんでお前は笑ってられるんだ」っていうことで笑ってるいことで一応言い訳みたいなのを作ってるんですけどもなんかね 役割のキャラクターなんです。だからそこに迷いがないブレがないさっっき言ったよううなな厚みっていい。のが存在しないだからさっき僕が話したような実は蛍の墓っていうのはこういうふうな話なんだっていうですね解釈の幅が全くあれにはないんですね。でこういうものをですね大衆芸能と言います見ている人間によって幾通りもの幅があるものはより芸術的になっていってそして見ている者にとって全く解釈の余地がなく いいものはいい、悪いものは悪い。だから正義悪を懲らしめたよしよくやった水戸黄門みたいなものを大衆芸能と言います。で、狼子供というのはですね、世界最高のアニメーション技術を作って使ってお涙頂戴の大衆芸能をやったわけですね。でこれはね僕にしてみればもうオールウェイズじゃねえかと思っちゃったわけですね。トさんじゃねえかだ。だからトさんの方がまだちょっと含みがあるんですけど、トさんの童貞性とかいろいろ含みがあるんですけども。<laughs> <laughs> いや細田さん <laughs> いいのそれでとあの <laughs> なんていうのかなそれって僕昔からね押井守はね「007」取れって言ってんですよ。あの押井守はもうああいう小難しいことを言ったりして人を煙に巻くのはやめてエンターテインメントを取りゃいいんだよとそしたらちょうどいい具合に押井守のペダンティック弦楽的セリフとかでなんか演劇風に凝ったりする趣味がいい具合に調和されてエンターテインメントとして良くなるっていうふうに僕は思ってるんですけども。 細田さんが先にそっちの路線に行ってですねなんかもう「ールウェイズの世界に行ったらですねやり過ぎてしまってぺったんこになっちゃったっていう <laughs> 細田さんあなたはあまり含みがない人間だからなんかね「時をかける少女と「サモンウォーズ」の時にはあった含みみたいなものが「よし泣かそう」と思ったかどうか知りませんけど真っ正面でポンと行ったらですねなんかこうぺったんこのものができてしまったっていう。ので あんまり好きじゃないんですね。だからといって俺。俺ホタルの墓は大嫌いな。僕は芸術が嫌いな人間ですから。あのカートボネガットジュニアというですね。作家から僕は学んだことは芸術は軽蔑していいっていうやつですね。絵1枚に対して100万円以上取るやつは人間のクズだと思ってますからです、ね。<laughs> 村上隆であろう誰であろうとですね。クズだと思っているんでですね。芸術は僕は憎んでますし。あと大衆芸能はやっぱりなんですかね？ちょっと馬鹿にしてるとですね。まあなんかこの？ めんどくさい人間なんですその視点からするとんかねあの「サマーウォーズ」ってもうちょっと服三つのつけようよっていうふうに思いましたねあと「蛍の墓」に関しては「もうちょっと人間を好きになろうよ」っていうふうに思いました、ね、あのサマーウォーズ」の人間万歳自然万歳にはちょっと嫌だなと思うけども「蛍の墓」の人間なんて腹の中は全部こんなんなんだっていうのは「そんなものアニメで見たくないです」「8月15日に」っていうそんな気分であります。 まだ見てないけど逆に見たいなああそういうふうに言ってもらうとありがたいですね「ライジング」もネタバレしていいよいやそんなに岡田さんのちょうどいいアニメ映画ってないっていや言ってるじゃないですか「機動戦士ガンダム」のテレビシリーズですよ <laughs> <laughs> あれはなんか5年に1回全話通して見てもまだ飽きないですから <laughs> あとなんだろうなあのね僕 マ,ドカマギカいいなと思ったのはさっき話したエンターテインメントと芸術という風なものの幅の中で明らかに芸術方向ではないんですよでもエンターテインメントの方で含みという風なものがあるんですよね。でさっきあのエヴァはあまりないって言ったんですけどもエヴァもあるんですけどもマドカマギカの方がうーんとね作り方がちょっと正直な感じがしてえ好きは好きですね。でこの辺の 何が正直なのかというのに関してたらま,またそれだけで多分2時間ぐらいの番組とあとね映像資料が必要なんですはで、い、このシーン止めてくださいみたいなもので <laughs> これね映像資料なしにねエヴァとか、ま、語るのでは無理なんですよ。この間僕あの、ウルトラマンシリーズ、ね、まとめて見たんですよ。で、ウルトラマンとは何なのかというのをちょっと確認しようと思ってよくあの「エヴァはウルトラマンである」ってよく言うじゃないですか。 じゃあエヴァはどれぐらいウルトラマンなのかっていうのをウルトラ Q ウルトラマンウルトラセブン、帰ってきたウルトラマンウルトラマンエースウルトラマンタロっていうのの各数話ずつを並べてなるほどウルトラっていうのはこういう流れでこうあっててエヴァっていうのはここら辺がこう来てるんだっていう源流の再確認ができたから今僕はウルトラマンとエヴァについて語りたい欲がこうすごく増しててで, <laughs> でもそれは法律違反なイベントでやらないとどうしてもできないことですね。 <laughs> どんだけ時間あるんだよとか <laughs> 確かにそうですねなんかねその辺のなんか主人公がねオオカミ子供はね言っちゃえば主人公たちがあくまで加害者の側一方でさっきのいじめ問題みたいなもんですね何一つあ被害者だ主人公たちはあくまで被害者の側で何一つ加害者としての側面もなければ描写もないし見てる人に 疑いい。を抱かせないだから見に行ったお母さんたちが安心して泣けるそういう構造のところがああ、なんかもう俺いいやって思っちゃいましたでもなんかね眠らずに最後まで見たから面白かったと思います。にこれ。最後に挟んでください。番組告知よ 明日、奈良良友の横浜美術館の展覧会を生中継してます。見てくださいね。これ、江須田さんの告知はいあの芸。芸術家っていう話だったんで。奈良良友って一。一番最後に告知よ。いや、こんなのも番組中にやってなん、なんでこんなことをやるんだよって聞くんだけど、ね。<laughs> 横浜美術館から模擬健一郎と生中継。<laughs> ありとあらゆるパーツがダメさを語ってるよ。<laughs> <laughs> <laughs> 茂木 <laughs> <ぎ>さん <laughs> いくらもらったのって <laughs> 脱税をえ、さん、脱税したの、まあ、あの過去にそういうみんな詳しいお田、ひねくれ者であることはよく分かった <laughs> いやひねくれ者ですよそれはひねくれ者ですけどだってあなた大人になって アニメをストトレートで見たらバカじゃないですか、それこそ。れこ <laughs> いい年してピピルマピピルマプリリンパって言ってたらそれはちょっと病気ですよ <laughs> どちらかというとだからといって見ないっていうもんでもないでしょう子供の頃好きだったら懐かしいななんて言ってる芸能人とかですねタレントさんとかを見たら腹立ちませんか <laughs> お前らそれでどんな高級なもん見てんだよとか思っちゃうあどんどん黒岡田が出てくる出てくる <laughs> え深刻漏れだそうですあ深刻漏れ 申告 <laughs> 漏れはあの合法的に言い訳したってことですよね <laughs> 脱税ではなくて <laughs> もうテレビ出れないそうですねどんどん出れない方向になったんですねもうあのテレビ出れないどころか僕は明日吉祥寺の路上で後ろからぐっさり来るんではないかと, <laughs> となかなか覚悟しております <laughs> 岡田魔女か <laughs> やめてですね <laughs> わけであとは何ですか ええと。コボウと。ブログでやらかしたデヴィ夫人を。読んだ運営をどう思いますか <laughs>。<laughs> <laughs> はあはあは。デヴィ夫人なんかやらかしたんですね。はい。今日なんか僕それ見たいと思って、あのブログで見たら、あの。 才三かなんかのニュースで見たらデヴィ夫人に関するニュースが3つ4つあって1つごとに違ってることが書いてるんですよ。って書いてあって今日本で一番ジェットコースター乗ってる人だなぁと思ってていやみんなもねデヴィ夫人の才三の,の記事見てねなんかニュースのラインナップを下から読んでるとものすごく面白いから。 <laughs> そんなことそうそんなことになったみたいですねはい、えー、いじめの被害加害者宅にたくさん脅迫状が送られてるみたいだけどもどうなのうんどうなのこれもさっきの自警団アメリカンヒーロー的な考え方で言うと法で裁かれないから 法で裁かれるのと同等かそれ以上の被害が加害者に対して行われるまで正義を名乗る人たちの手は止まないでしょうというふうに言うことはできるんですよね。でそういう正義の人たちを僕たちは好きかどうかというとアメリカンヒーローでそのバットマンにしてもスパイダーマンにしても実はその。 正体をさらすと恋人が受け入れてくれるかどうかとかあとジョーカーとかが言うお前もモンスターの一人だっていうのは実は正義を行っている側というのはすすででにににバランンススを崩しして、てて社会にとってモンスター化しているに過ぎないんですね。それは社会にとってはバットマンのアメリカンヒーローものっていうのはたまたま良いモンスターと悪いモンスターとの戦いに過ぎなくてどっちにしても一般市民は被害者にしか過ぎないっていううなことを書いちゃってるからどん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 。 アメリカンヒーローものっていうものをリアルに書こうと思うと深く深くなっていくんですけどねほいほいほいはいあといくつか短めに答えて終わりと書いてありますけども <laughs>、えー、転売屋をなくすためにはどうすればいいかって書いてるんですけど <laughs> これ道徳的な質問じゃないよね <laughs> 転売屋なくしたいのか転売屋ってそんなに憎いですかあそうだね早めに行って買って高い値段で売るのか <laughs> 転売んをんくんには。 なくしたんでだろうなえー、っと誰かがずるいことをしてると思わないからだよなでも自分の子供や自分の友達が転売やしてたらどう思うんだろううんもっといい商売ないのって聞くだろうなうんうんセドリアみたいなことしてたらいや セドリアはな自分の目利きでやってるわけだからセドリアがダメとか転売屋がダメって言ったら証券会社じゃないや商社全体が駄目になっちゃうよねある国で安いものを買って別の国へ持って行って売るっていうのは商売的に正しいってことなんだもんなだからいいとも言えるでも僕らの道徳観の中にある転売屋が嫌だとかなんだろうダフ屋っていう風なものがうーんちょっと目を伏せて生きてるのは何でなんだろうね。この辺も ちょっと面白,いは面白いです、ね、僕はんだろうな自分自身で,あなんかでもそんなな、商売するなあの今の仕事で食っていけなくなったら多分転売屋でもセドリ屋でもすると思うしその時にはいやその時なりの理屈があると思うけどもなやっぱでもちょっと恥ずかしいと思うんじゃないのかな。ダフ屋は違法だから。いや違法あの、ね、僕自分の中に倫理があんまりないって言ったのはあの法律っていうのをそんなにね重要視してない。 ないんですよね。ね。してないとか、ね、でもこういうのをね公共放送で言うのはよくないんす正直、はい。これも道徳と同じでですね法律は守って当たり前で破るのえー、っていうような態度が大人の態度であってですねなんでこういう時にこう黒いのが出ちゃうんだろうね。黒いのを出していいタイミングと悪いタイミングってさっきの明らかに悪いタイミングだよな。

もうなんか21世紀の間封印されると思ってたんだけどもすごいねあの自粛というう言葉はどこへ行ったんだろうねいや放送するのいいことだと思うんだよ。いくら津波があったから地震があったからといって封印するのは間違ってるというふうにアニメ原理主義者宮崎駿ファンの俺は思うんだけども別に。 今年や来年放送しなかったからといってジブリアニメがなくなるわけでもないわけじゃん日本テレビもそこまでの経営危機であるわけないでしょあとちょっと我慢したらって思うよ俺「えー、もが開けるまで7年ぐらいポニョのテレビ放送は我慢しろよ」って俺思うな何震災がれき問題道徳的には受け入れないとダメでしょうか これは震災がれき問題というのはつまりうちの近所にゴミ焼却炉ができますと同じ問題だよね。いや俺の考えはさ1年ぐらい前に話したんだけども震災がれきとかそういうふうなものを日本国中に分散しておくんではなくてもうあの住民全員が福島県をはじめとするあの辺の都道府県から退去すべきであるという考え方だから。 その意味では震災がれき問題を受け入れるべきかどうかというのはそれは発想自体解決法自体が間違っていると僕は思ってるんですよ。でも福島からまあ僕の考えはまあもうちょっとまあ正直にはっきり言うとえあれだけの震災が起こってそして原発を止めることができなくてでなおかつここから先どんな被害が起こるかわかんないんだから福島県から全部人を退避させて避難させてで天皇陵ということにしてで 皇居を移すまでしなくてもいいからとりあえずあそこ天皇陵というふうなことにしてあそこにです、ね、新規の原発をいくつか作ってそこで開発しながら廃炉の方向を探れというのが僕の考え方なんですけ同時にそれは今より100%ぐらい高い2倍ぐらい高い電気料金を東京都民や関東の人間から取ってもいいからその金で運営しろとで。それで日本全国に散らばる 福島県民たちを散らばらないように地域ごとにリトル福島みたいなところを作っていって土地ごとのコミュニティというのをそのまま維持しろというのが俺の考え方なんだけどもはい、えーと。天皇万能だなと言ってるのはこれはさっきとたまたま天皇の話が重なったから言ってるだけであってそれぐらいしないともう、えーとね、東京電力を政府が運営というのも納得できないしそうじゃなくて。 もうね、ある種あそこのところを諦めるときにまさか諦めてるわけにいかないからっていう,う意味なんだけどね。さて、国定原発公園すげえこと言うね。ね <laughs>。その通りだよ、ねはい、で天皇じゃなくて国が買い取れば、えー、っといいんじゃないよと言ってんだけど国が買い取ったら俺たち政府に対する反発心って出てくるじゃん。でその時のために持ってるジョーカーが天皇家だから俺こういうふうな時に使った方がいいと思ってんだけど。 天皇,天皇って言ってけど岡田さん大丈夫なんですかって聞いたけどさっきも言った通り俺が天皇家に向けている視点は実はそんなに暖かくないから大丈夫です <laughs> 維持費が安いっていうやつですね。で震災がるき問題でその手が使えないとしたらですね、えーまあ、去年俺はあの石原知事って言ったんだけども最近考え方変わってですね、えー、福島県知事は。 あの橋本さんにやらせればいいというふうに思ってるんですけども <laughs> それ含めてもう全部やらせりゃいいよってあの合理的解放で多分そんなに間違いないはずだからあそこに関してはだから逆に大阪とか人がいっぱい住んでるところに置いとくと圧力をこれ以上生むからあの向こうの方に置いといた方がいいと思うな不倫するぞって <laughs> そんな土地へ行ってもまだ不倫勝馬じゃ駄目勝間さんダメ。勝馬さんはそこにいる人間の最大幸福を考えてしまうから向いてない。 そうじゃなくてうん橋本さんは、えーっとね、最大幸福を絶対目指してないんだ、えー、最もブレがない、えー、定義から言って間違いがないことっていうのをやろうとするから解決に向いてるんだで、勝間さんがやろうとしてるのはウィンウィンの関係だから解決ではなくてどの位置に妥協するのかということを見つけさせたら勝間さんかなりいい線いくと思うんだけども。 今の原発とかの問題に関してはみんなが妥協する点を探すことではなくてみんながすごく痛いんだけども長期フレームで考えたらここしかないだろうなという落としどころをいっぺんに持ってくる人間が必要だからだから俺まだ橋本さんのほうがましじゃないかなと思ってるんですけどで瓦礫問題でさっき言ったようないわゆる荒ごとっていうのを取れなかった場合うんそうですね。 瓦礫は各都道府県でで受けるのがよろしいでしいょうな吉祥寺に来たらもうしょうがないよ近くでなんか住むしかないよで健康リスクっていうのを国民全員が等しく受けるしかないでしょうでそれが嫌なやつら国外へ逃げるけども俺なんかそういう原子力被害が嫌で国外へ逃げるような国外へ逃げるようなですね人手なしはよその国やっちゃった方が日本という国が良くなると思うんだよな。あのよく 税制っていうのをこんなふうにしちゃったら富裕層が国外へ逃げ出してよくないっていう人がいると思うんだけども俺はそういう人手なしが国外へ逃げてくれるのはいいことだと思ってるからあ,のあんま気にしないんだけどなはいはい汚染がどれだけ人体に影響あるかも未,未知数だからもう分散するしかないわけでしょ。で分俺,俺の回答は分散するんじゃなくて一箇所に集めといて人間が逃げろっていう考え方なんだけどもそれをみんなが やらない、できないと言うんだったらば、もう分散するしかないですよ。みんなで被害を受けましょうやと。まあ、みんな被害を受けても、何でしょうね。今の自殺者数ほど死者は広がらないし。そんなに日本人の平均寿命って変わらないと思ってんだけどね。そこら辺は俺の認識が。もしなんかすげえ間違ってたら、後でですね。土下座でも何でもしますけれども。はい、宇宙に打ち上げたら。 宇宙に打ち上げようとしたらどれだけの国が妨害すると思ってんだよ <laughs>。打ち上げ成功率何パーセントだだと思ってんだよ <laughs>。落ちたらどんなことを言われるか <laughs> 俺たちの国えらいことになるぞ <laughs>、はい。というわけで,です、ね、あの今日はえらい難しい話を延々としてしまいましたけれども「川敏夫ゼミ」8月号でした。あのー、今月はです、ね、まだまだだ 何でしょうね、8月15日の,その終戦記念日関係のイベントもあるしオリンピックもあるからなかなかですね僕の方は、えー、こういうことをです、ね、毎日毎日考えてなんかね道徳だけ考える番組っていうのを1個やりたいと思ってます、ね、で今僕がこういう話を延々してるとです、ね、やっぱり聞いてるみんなもちょっと何か言いたくなってくると思うんで何とかしてもっと聞いてる人が参加できる番組やりたいと思ってます。で 1一個具体的に考えているのがさ俺はあの浜松町,町あたりなんですけどもあのスタジオが手に入ったのですねこのイベントですからあのニコ玉でやるか何でやるかわかんないですけどその時に一番、えー、面白い媒体でやりたいんですけども放送をやってですねで電話番号も書いてあるしであと道順もですね 書いてあるから、そんなに言いたいことがあるんだったら、来やがれっていう番組をですね。来て、来たやつは全員喋らせてやるから。で、俺と何人かのホストがいるから、それで道徳に関して、ガンガンやってやろうぜっていうこと。なんか、俺は、その中の一人になんか、エスダさんがいるんではないのかなと。いう気がします。包丁を持っていきます。包丁を持ってくる人は、ちゃんとそこで料理を作ってくれと。いうふうに思いますね。はい。各自、そう、交通費負担してください。よろしくお願いします。えー、それでは、またですね。 九月の六日でしたっけ。はい、えー。はい。はい、えー。今回からですね、放送一時間遅くしまして、なんかね。あの、岡田斗司夫ゼミ間に合わないというふうな人が多かったので、一時間遅くしまして。九時からの放送としました。えー、毎月第一月曜の夜九時。次回は。九月。3日あ、九月の三日だ。はい。九<日>、えー、月の三日からですね。え九、ー、月の三日夜九時からですね。岡田斗司夫ゼミ。 9月号を放送します内容はまた今月いろいろあるネタで考えますなんかね今コメントで岡田を料理してやるとかですね <laughs> いよいよ刺される時が <laughs> あと10年生かしておいてほしいな結構いい仕事するけど <laughs> <laughs> よろしくお願いしますどうもお疲れ様でした夜中に難しい話をしてきっと皆さんあ,のあと30分が1時間ぐらい日が経って寝れないと思いますけれども、えー、楽しくですね行きましょう 楽しく生きないと、やっぱどうにもならないですよ。あのね、今日話した問題でも、解決が基本的にしないことばかり取り上げているんですねで。そんな時に大事なのは、何が正解なんだろう、何が正しいんだろうではなくて、どうやれば俺は明日楽しく生きてるんだろうとか、とりあえず明日ももうちょっとやってみようって思ってたら、そしたら、時が解決してくれる場合もあるし、さっきの僕の、あこれが回答だっていうふうにいきなり降ってくる場合もあるんですね。でも、それはすべて生き延びてからのもんですからですね。 えー、生き延びることを前提に考えましょう <laughs> 何言ってんだろうな俺は、えー、それではまた来月お会いしましょうありがとうございましたアンケートこの後ありましたら答えてくださいじゃあねまたバイバイ。